今まで俺は全てがどうでもいいと思って生きてきた。自分も他人も死のうが生きようが関係ない。死なないから生きてるだけで、生きてる意味も特にない。そう思ってた。ずっと不思議だったんだ。生きることに執着する奴らが、俺には死ぬってどういうことなのか分かってなかった。俺が豊島に行ったのは冤罪を晴らすためだけじゃなかったかもしれない。ブラスターでいくら戦っても何も感じられなかった。豊島で殺人も可能なイグラに参加すれば、何かがそこにあるのかもしれない。そう思った。でもケイスケを失って初めて思い知った。何もかもがこれまでとは違う。喉の奥に石が詰まっているかのような感覚。今なお突き刺すように痛む胸。これが死だ。ケイスケが教えてくれた痛み。俺が見失っていた感覚。取り残されてようやく気づいた。生と死、そして存在の意味を、そしてなぜ人が生きることに執着するのか。人は何か譲れないもののために生きたいと思うんだ。守りたいもの、欲しいもの、何でもいい。圭介のおかげでそれが分かった。答えは決まった。お前に乗り越えることができるか。俺は俺の道を歩く。この地のことも過去も、ここで起きた全てのことを忘れない。そのためにここに来た。お前にこの高みへ登ることができるか。乗り越えてみせる。そう、どんなに忌まわしい過去や記憶があろうと、全てを忘れるのではなく受け入れる。今ここにいるのは確かに他の誰でもない自分なのだから。この手で散らした命の重みを忘れない。この運命に決着をつける。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。